Hi, I am just here at Letista and I am going to make a leather key holder. Let's check it out. キーケースになります。わー。こちらが表の皮、内側の皮、この2つのパーツで作っていきます。そしたらお好きな色。柔らかいですね。これがイタリアで作ってる牛革なんですけど、1000年前の古いレシピで作ってる革で、わー、まだ化学薬品とかない時代の、あー、とても柔らかい、優しい、地球に優しい作り方で作ったレザーなんですけど、色の変化が使っていくと自然とヴィンテージになっていくので、これがビフォーアフター。 Really? So this plus this ですね。 Like that? 一番人気があります。一番人気は、でもめっちゃいいこれ、oh, OK、 これしよう。ちょっと下みたいありがとうございます。そしたら磨いていきます。今色を選んでいただいた方、こっちが表になるので、これが人間でも一番表側の方、一番外側の方、あ、外で、これを牛さんから皮をいただいた裏面っていうのがひっくり返したお肉の方が美味しく食べて、その、ね、残り物になります。こっちも大事にね、無駄なく使ってあげます。 OK。 でこっちは最初ザラザラしているので、ここをツルツルに磨き上げていきます。ちょっと遠くてごめんなさい。そんなハケとガラス板を使って磨いていきます。まず最初にこのワックスをこの裏に全部塗っちゃって、ガラス板でゴシゴシと磨いていきます。中から外に向かって塗っていくと、はみ出しにくくて綺麗に塗れちゃいます。で、足りなくなったらどんどん足してしまって大丈夫です。で、裏面をしっかりつるつるにコーティングしてあげることで、何年も使っても汚れにくい、使っても綺麗な姿で使ってあげられるっていう、そういうプロセスですね。そしたらですね、このガラス板ですね、このガラス板の長い方を触ると、ちょっとザラザラしている方とツルンとしている方があるので、ツルツルの方を使っていきます。で、表面を素早く強く押さなくていいので、軽い力で表面を磨いていってあげます。で、さっきワックス塗っていただいたので、そのまま乾かしても十分綺麗にコーティングできるんですけど、こうやって今ガラス板で磨いてあげることで表面がよりフラットになっていくので、触り心地がツルツルに肌触りよく感じられます。表面ざっと磨いて、表面サラサラしてきたら OK です。こんな感じでちょっとピカッと、この断面の部分にスパッと塗り伸ばして、一遍ずつ4回に分けていくといいですね。そしたらこの木の棒の道具ですね、と形はいろいろ違うんですけども、この溝に。そうですね、表も裏も角があるので、ここを丸い溝で磨いてあげることでプリッと丸い断面に仕上げられます。お、早い。 I'm a little slow 今ね、1枚の断面を磨いてもらっているのですごく細い部分なんですけど、皮を何枚も
縫い重ねた、oh, wow. この断面を同じように磨くと。This is beautiful. The stitching is so nice too. これと同じ色です。何時間かかりますか？だいたい4時間くらい。Oh. Very smooth. Nice. ね、ですね。表面見てもらうと、1、2、3、4、5、6箇所。丸い印がつけてあります、はい、その部分穴を開けていきます。でこっちのちっちゃいパーツは点々と印がついています。 Ready? いいですね。Where did it go? Ah, it comes in through here. 押されてどんどん出てきます。 There you go.子供みたい。This is fun. Yeah! お、ちょっと難しい。多分、こっちの方が大丈夫です。今、2mm のちっちゃい穴を開けてもらったこの2箇所をとつけていきたいですね。Nice. Okay. I feel like a carpenter. This is cool. 3, 2, 1. Dikta. Oh, perfect. Oh, that's great. Okay. I'm a natural. What can I say? This is fun.Love. Oh. Oh, yes. So cute. Let's do it. Ready? I hope it's as good as my practice. Oh, でも love はもっと強い。Should I do? この辺もちょっと叩いてみます。Okay. こっちのボタンをつけていきます。はい。で、私は力持ちなので片手で大丈夫ですけど、立って、キュッと。Yeah, I'll be super dramatic with this. It's what I like. ビューッとしてあげてください。気をつけて。たぶん、いや、バッチリです。イエーイ。完成してそうに見えますけど、これからね、鍵が作ったこと、つけていきます。これが鍵が。Oh, so this is the key holder, the proper key, the key holder. ここで最初に穴を開けたパーツを使っていきます。はい。もう一回、バンバンバン。今度はこれで、また。あー、no more banging。でも叩いてもつけられる。はい、じゃあぐーっと下ろしていただいて。はい、いいです。バッチリです。これで今形が完成したので、ちょっと形を整えていきます。この金具が綺麗に真ん中に来てくれるように、皮の折り曲がる位置を最初に決めてあげます。真ん中に合わせてあげます。で、皮を折ってあげます。折ってあげます。これで完成になります。イエーイ！できた。いいですね。ドキレ。手モデルやってみてもいいですか？
I just finished up at my first workshop at Letista. I was a little nervous that I was going to mess up and I didn't want to waste any of the leather. And I'm super happy that I was able to make my very first key holder. It was really fun. I actually want to make more. I saw I might make a book next time and make my own diary. What to make next? Crowdfunding 挑戦中です。私たちは日本が大好きで住み始めました。言葉が通じない。私たちにも本当に親切でした。コロナ禍で大変な状況。今度は私たちが恩返しする番です。日本の魅力を発信したい。決められた日本の宝を守りたい。大好きな日本をもっと元気にしたい。クラウドファンディング挑戦中です。